フレデリック総連戦はデンマークロスキレ出身のサッカー選手。テルナーナカルチョに所属。ポジションは DF。2007年にリン VBK ビービーの下部組織に加入。2010年8月にはユベントス FC の下部組織へレンタル移籍した。トップチームに怪我人が続出したため、11月7日の AC ・チェゼーナ戦にスタメンとしてセリエ A デビューを果たした。 2011年5月にユベントスが買い取りオプションを行使し、ユベントスへの完全移籍が決まる。2012年1月にボローニャ FC が250万ユーロで共同保有権を獲得。2012から13、13から14シーズンも共同保有が延長され、ボローニャでプレーしている。2015年7月11日、 1>, 1、FC ケルンへ2019年6月までの4年契約で完全移籍した。2019年8月18日、BSC ヤングボーイズに1年間レンタルすることが決まった。2021年1月22日、ケルンとの契約を解消し、デルフィーノ・ペスカーラ1936と契約した。各年代別のデンマーク代表を経験。 UEFAU-21 欧州選手権2011の代表メンバーに選出されたが、本大会での出場機会はなかった。ユーベ・ソーレンソン、リナベイタコンプリプライアタ COLBOLOGNATUTTOSPORT.com2013 年6月20日、フレデリック・ソーレンソンバースタクトデン1、FC ケルン1、FC ケルン、 2015年7月11日、元ケルンの総連戦、セリエビーデルフィーのペスカーラへ、キッカー、日本語版、2021年1月23日閲覧、テンプレート、テルナーナカルチョのメンバー、ありがとうございます。